はい、こちらは予習動画となります。本日ですね、ドラえもん録画ということだったんですけども、まあ、その次、ドラえもんが終わった次におすすめする曲、こちらの、予習動画となります。ただその私がイメージする曲ではなくてもこれは覚えておいた方がいいフレーズなので、ご紹介していきたいと思います。楽譜で表すとこちらですね。ドラえもんの B のフレーズとものすごく似ております。もしここを隠すとドラえもんの B とほぼ一緒ですね。こちらも見ていきましょう。今回1と2とっていう風に数え方をちょっと変えてます。右手は全部叩きます。左手は2のとこですね。足は1と、この時に足が叩きます。このフレーズを覚えていただければ幸いです。では実際叩いていきます。はい、では順番にやっていきます。まず右手ですね。右手は4回です。1と2と、はい、これだけです。これドラムなくてもエアドラムで十分です。1と2と、この形ですね。次、左手です。2のところに入ります。1と2と、こんな形ですね。1と2と、最後です。足が入ります。足は1と1と、ここに入ります。合わせますと1と2と、これですね。1と2と、1と2と、1と2と、早くなるとこうです。1と2と、はい、こんな形で叩きますので、ぜひ予習として、叩いてみていただければと思います。では、以上となります。